作品とは、百科事典、学術書などの書籍や雑誌、新聞などの記事、統計、コンピュータのデータにおいて、特定の項目を素早く参照できるよう、見出し語を特定の配列に並べ、その所在をまとめたもの。コンピュータで用いられる際には、インデックスと呼ばれることもある。インターネット上のワールドワイドウェブの作品集のことを、ウェブディレクトリという、単一の書籍の作品は、 その本の末尾に掲載されることが多い。一方、数十巻に及ぶ百科事典や全集の作品は、それだけで一巻分を占めることも多く、創作品あるいは総合作品などと呼ばれる。その歴史は、活版印刷の普及に伴って始まり、目次を、関東、作品を刊末に置くようになったのもこの頃である。日本を含む東アジアでは書物に作品をつける、習わなく、 中国語で作品を表す。イントクはインデックスの音訳として近代に作られた用語である。作品が付けられるのは実用書や学術書、論文集の類であり、文学作品や写真集、絵画中心の書籍には付属しない。作品の並び順はアルファベットの場合はアルファベット順、日本語の単語の場合は五十音順であることが多く、 緩和時点で漢字を引く際にも読み方を50音に並べた音訓作品が利用されることがある。作品項目にはその単語を含むページ数が明示されており、読者は特定の用語から素早く本文の項目にたどり着くことができる。取扱説明書、実用書などでは、用語作品の他に、目的別作品、機能別作品が付属することがある。作品項目の選定び、 作品の作成は編集者によって行われることが一般的であるが、読者にとって本当に必要な項目を作品として選定するには、書籍の趣旨を理解していることが求められ、いたずらに作品項目を増やすことはかえって利便性を損ないかねない。また、参照ページ数が多数にわたる場合などには、特にその項目についての詳細な説明がある。 ページ数を太字にするなどの工夫も求められる。最近では、電子組版、DTP の普及により、作品の作成も機械化、自動化が進んでいる。詳細は、作品を参照データベースで用いられる作品は、目的のデータが含まれているインスタンスを素早く、取り出すためのデータ構造やファイルの構造などによって、実現される仕組みを指す。ありがとうございます。